You're listening to Shibuya Cross FM. May the funk be with you.木曜日です。この時間からは渋谷カルチャーデザインスタジオ、略してハッシュタグ渋カルをお送りしていきます。この番組はどの企業やブランドにもカルチャーがある今、独自のカルチャーを軸にイノベーティブな取り組みで注目を集める経営者やアーティスト、クリエイターなど毎回ゲストをお招きし、これまでとこれからをお聞きする50分となります。放送は毎月第2週と第4週の木曜日13時より公開生放送でお送りしております。パーソナリティはタレントや女優としても活躍するハッシュタグ渋カルの三好由紀と、ハッシュタグ渋カルの経営者、アミダス株式会社代表取締役 CEO、 クリエイティブディレクターの岡田義則さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。晴れましたね。めちゃくちゃめっちゃ晴れました。もう暑いぐらいに。暑いですよ。これ暑いんですよ。これちょっと皆さん気づいてますか？今日隙間空いてるんですけど、はい、クーラー壊れてるらしくて。暑いです。今日僕は今密室にね、はい、暑い中いるって感じで、まあちょっと暑いラジオにしていきます。てか暑いといえばちょっと僕クレームあるんですよ。はい、何ですか？沖縄行ってましたね。そうなんですよ。ねえ、どうでした？沖縄も同じぐらい暑かったですね。それはまずもう暑いよね。まず初めに暑かったっていう、もうめっちゃ暑いだくだくになるぐらい暑かった、はいはいはい、あれファッションショーですか？あれはそうです。沖縄コレクションに2日目に出演させていただいて、はい、1日目は、バーベキューをしました。あ、バーベキューしたんですか、はい、いいな、うん、いいでしょう。いいでしょうってそれは羨ましいですね。え、すごい楽しかったです。バーベキューを1日目にして次の日にファッションショー。そうです、そうです。なんかファッションショーの後にバーベキューしてほしかったですね。なんかあ、そのままですか？続けてです。お腹出てないの大丈夫でした？あー、大丈夫です。大丈夫です。よかった、助かりますね。はい、大丈夫です。はい、そしてこの番組の感想や質問はハッシュタグ渋カルまでお願いします。ハッシュタグカタカナで渋カルです。コメントなどたくさんして SNS をたくさん盛り上げてください。お願いします。お願いします。では岡田さん、今日のゲストの方はどなたでしょうか？本日のゲストの方もとてもスペシャルで、あの株式会社ノーマルの取締役 COO ですね、アート事業をやっているわさび代表の平山美里さんです。はい、ではどんな方なのかとても気になりますが、まずは1曲お聴きいただきまして、ゲストの平山さんをお呼びしたいと思います。この番組はリカルチャーカンパニー、アミダス株式会社のサポートでお送りします。それではお聴きください。渋さんプロジェクトで We Are Jumping。 渋さんプロジェクトで We Are Jumping をお送りしました。それでは早速今日のハッシュタグ渋カルなゲストをご紹介します。株式会社ノーマル取締役 COO、 アート事業わさび代表の平山美里さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。
ではまずは株式会社ノーマル、そしてアート事業のわさびについてお聞かせください。はい、はじめまして、平山と申します。私は2016年に、今のアート事業のわさびを立ち上げまして、で今あの通販サイトのわさびっていう風なサイトと、あとはオフィスだったり駅にこう大きい壁画を描くアーティストと一緒に作るっていう風な、ちょっとこうパブリック向けの、わさびっていう風なサービスと2つを運営しております。で、あとは何だろう、アジと餃子が好きです。よろしくお願いします。やばいね、好きな食べ物先に言われちゃったね。後で聞くよ。たまに最近忘れたね、好きな食べ物聞くっていうの。ここ3回ぐらい聞いてない。今何が好きって言いました？アジと餃子。アジって魚の味ですか？魚の味です。はい、アジと餃子。あとで、まあ、これも話しましょう。本当ですか？はい、わかりました。あれですね、わさびの通販と間違えちゃいますね。はい、わさびの通販と間違えちゃいますね。はい、あ、そうですよね。多分わさびアートって調べると、はい、今は幸いうちのサービスが一番上に出ると思うんですけど、はい、前まで本当練りわさびで作ったアートが一番上に来てたんですよ。練りわさびのアートがあるんですか？なんかあるんですよ。ウケる。ニッチな人が行って多分、はい、なので、あのぜひわさび、ローマ字でわさびですね。ローマ字でわさび。で、これちょっとすいません、頭からいろいろ聞いてあるんですよ。はい、すわさびなんですよね。はい、わさびです。なんでわさびにしたとかっていう。わさびにした理由は、その通販やろうって思いついたのがサンフランシスコに行った時に、はっ、やろう、はい、ちょっと1ヶ月だけなんですけど、はい、やろうってなったんですけど、まあ、その時に日本初だし、あとなんかまあスパイスっぽい、なんか日常にスパイスで日本らしいものをわさびだみたいな感じで、結構安直な感じで決めました。だからサンフランシスコでわさびを思い浮かんだって素敵だね。はい、本当ですか？はい、かっこいいですね。ありがとうございます。そうなんです。あ、じゃあ本当にだからわさびなんですね。本当にそうですね。ちょっとこうツンと日常をツンとさせよう、アートでみたいな感じでいい、ね、わさびにしました。ちょっとさっきね、わさびサビ抜きですよね。はい、あの食べれないことはないんですけど、はい、あの本当にちょび2ミリぐらい、2、3ミリのわさびは好きです。なんか逆に好き、好きです。その2、3ミリだったら2ミリのわさびが好きなんですか？よく意味が分かる。あの完全出されてしまうとちょっとあのまだ、あ、なるほど、ね、はい、食べられないんですけど、ゆったるわさびを全部とか刺身に抜ける、ほんのちょっとのわさびは、はい、好きです。よっしゃ、それはサビ抜きです。はい、そうですよね。確かに。そうですよね。ほぼサビ抜き。ちなみにどうでもいい話というかあれなんですけど、はい、僕わさび大好きで、はい、ちょっとどっちかというとわさび持ってほしいタイプですね。はい、あ、私も好きなんですよ。はい、なんかサービス名にしてからどんどん好きになってて、食べ物の方も。素敵です。助かりますね。めっちゃ溶きます、はい、わさびを。いいね、あと、はい、あの新鮮なわさびってミュッシャン知ってた？そんな辛くないんだよ。うん、そうなんですか？すったやつとかって、うん、結構。すりたてってことですか？すりたてっていうのそういうの分かんない。なんていうんですかね、山わさび的なやつですかね、うん、めっちゃ美味しいんだよ。美味しい。じゃあ今度それ食べてみたい。そう、お蕎麦にも合うし、ぜひぜひ。あ、なるほど、うん、でもわさびっていろんなとこ、お寿司以外にもなんかいろんなところにあるイメージありますよね。これがね、わさびってすごくて、お肉に乗っけても美味しいし、お蕎麦も合いますよね。そうなんですよ、うん、めっちゃあのでもわさび、多分本わさびを買おうとしたことが一回あって、うん、はい、結構高い。あ、確かに数千円した気がして、高いんですよね、うん、すみません、めっちゃまずわさびなし、まずこんな盛り上がるっていい社名ですね。そうですね、いい社名というか、いい、あ、これはサービス名になるんですか、わさびは。あ、そうなんです。あのなんで今日はあのわさびという名前を覚えて、あ、いや、じゃあそれだけだとわさびになっちゃうから、わさびアートで覚えていただければ。わさびアート、そうですね、皆さん覚えてください。しっかりいいですね。でアートといえば岡田さんもアートがお好きですよね、うん、なんか台本な感じで決まって、そうなんですよ。僕あの全然なんかアートって、うん、僕あの基本的にもともとデザイナーでキャリアスタートしてて、デザインとアートってまた全然違うんですけど、うん、なんか部屋になんか好きなものを飾っておくとモチベーションが上がるみたいなのがあって、はい、僕基本的におもちゃとか好きなんですよ、うん、でおもちゃが好きだったんですけど、なんかだんだんそのおもちゃと一緒になんかアートも、なんか昔ってさ、好きなアーティストのポスターとか飾る世代だったのよ。あ、なんか分かります？あの多分ちょっと被ってんで、あ、そうなんですね。要は例えば洋楽の好きなバンドのポスターとか、うん、なんかそれがだんだんで、おもちゃはなんかコレクションしたんだけど、うん、なんか壁に飾るもんがポスターとかからなんとなくアートに変わってって、だからなんか今アートってこの後話してるかもしれないですけど、すごいやっぱ高いものもあれば、うん、あのすごい買いやすいものもあればいろいろあるじゃないですか、うん、僕はなんか本当になんか価値が欲しいとか、そういうことよりは本当好きなものだけ集めてて、うん、だからなんかそういう意味で言うと、
アートもコレクターではあるかもしれないですね。いやすごい、ちょっと控え室でお話聞いてたのと、もう個人的にすごい話を聞きたいと思うぐらいのコレクションの数々でした。多分本当に本当おもちゃ感覚で買う、おもちゃ感覚じゃん、おもちゃ買う感覚で買ったの、多分本当100とかあるかも、100数百持ってるかもしれない。家で保管してるんですか？家というか、なんかそのちょっと全部飾るのは不可能なんで、そうですよね、なんか本当物置じゃないですけど、そういうとこ借りて置いてあって、気分で変えたりとかって。すごい。すごい本格的かもしれない。いやめっちゃ本格的な気がします。なんか1枚でも買ったらなんかタカが外れませんか？あとってもう本当止めてください。止めて、いやちょっと止めたくない。でなんかこういうの買い出すとなんか誘惑が来るのよ、これ買うとか。はい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 、そのいや確かにいいスパイラルなのかちょっと謎のスパイラル。まあただちょっといつももうちょっと少しでやめようと思うんだけど、結局またなんか買っちゃったりしますね。いやめちゃくちゃいい生活というか豊かな生活をされてる。お金とかじゃなくて、はい、すごく。あ、だけど本当アートって豊かなんだよ、植物と一緒で、なんかそれがあるとなんかエネルギーもらいたいとかすごい。この人いい話かもしれないですね。もうずっと話してたかもしれない。ちょっとだけどもうちょっと平山さんの話ね、行きましょう。平山さんの最近気になってるアーティストの方っていらっしゃったりするんですか？そうですね、私やっぱ職業柄すごいたくさんのアーティストと会ったり、あとその壁画を作る時もアーティストと二人三脚で作っていくので、まあ、全員もう気になるといえば気になるんですけど、あの先日アンノーンアジアっていうですね、あの大阪で行われてる、まあ、アートフェアみたいなものがあって、はいはいはい、そこでレビュアーというものをさせていただいて、まあ、もう見て一番気になるって人の作品にこう印をつけるみたいな簡単なあれなんですけど、はい、うん、まあ、そこで見た久保木かなめさんっていう女性のアーティストさんの作品が、久保木かなめさん、かなめさん、久保木かなめさんっていう方の作品がすっごい可愛くて、ちょっと言葉で伝わるか分かんないですけど、うん、なんかね、なんだろう、もともと陶芸やってた人 で、はいはいはい、でその方が今は未知の文明の痕跡みたいなのをテーマに、要はなんか出土された土器みたいなのをテーマにして作ってるんですけど、はいはい、それが全部めっちゃカラフルなアクリル板で作られてるんですよ。なのでなんか土器っていう感じじゃなくて、土器のがアクリルになってるんですね。そうなんです。ですっごい可愛い。ごめんなさい、お名前もう一回ですか？久保木かなめさん。久保木かなめさん、こういう時はね、このラジオ緩いんでね、あ、検索、あ、でもね、見た目がそう伝わらない。なんか普段仕事してるとアートに、このアートの意味は何だろうとか、なんか背景は何だろうとか、頭でっかちに私になっちゃってるんですけど、この人の作品はもうただ形と色が可愛くて、あ、可愛い。これとかですか？あ、そうです。すごい可愛い。すごい可愛くないですか？全然これ確かに見ないと分かんないですね。ですよね。見えますかね？なんて言ったらいいんだろう。分かんないですよね。めちゃくちゃ可愛い。後で皆さん見てください。ちょっと想像を超える可愛さ、ほら、はい、あ、そっか、そこに映ってるのがこれ。可愛い、ほら、え、これですよね？それです。あ、これは可愛いですね。で、なんかちょっとこう、動いたりもして、中が、なんかじゃあ時計みたいですね。そう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 、ね、動くのでも手動で動くんですけどね。あ、そうですね。これは僕なんか結構アート買う基準になんかポジティブとか結構あったりするんです。明るいものが好きだなとか、はい、昔ちょっと結構モノクロとかも好きだったんですけど、最近だんだん明るい方がいいなと思って、はいはい、めちゃくちゃ可愛いですよ、ほら。めっちゃ可愛いでしょ、ね、ちょっと久保木かなめさん、ぜひ皆さんね、調べてみてください。すごい可愛い。意味わかんないけど可愛くて、ご本人もすごい可愛らしい方だった。いや、いいですね、いいですね、はい、素敵。こんなところで、はい、勝手に宣伝して、ね、いいおすすめをね、うん、ではもっともっと株式会社ノーマルさんとわさび平山さんのことが知りたいので、早速コーナーに行きたいと思います。行きましょう。お願いします。ハッシュタグ渋カルな平山美里さんカルチャーヒストリー。さて、この番組ではゲストの方が現在のご活躍に至るまでにどんなカルチャーを歩んできたか深掘りする番組なのですが、幼少期や学生時代はどんなカルチャーを過ごしてきましたか？はい、幼少期は、まあ、とにかく絵を描くのが好きで、描いて、ね、もうといえば聞こえはいいですけど、私運動が本当に全くできなくてですね、はい、なんか小学生の頃って運動ができるやつがヒエラルキーのトップに行くじゃないですか。それ確かありましたね。なんかそれでもう運動、はい、女性もそうでした。結構そんなとこないですか？あった。なんかちょっと多少はあるんだ。多少あるんですよ。いいの？良さそう。平均悪すぎる、いい人のセリフです。そうなんですよ。それでもう本当にできなかったってこともあって、もうすっごいもう一人遊び大好きだったので、はい、まあ、絵を描くぐらいしか
特技がなかったっていうのもあるんですけど、いや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 、まあ、絵を描くのはめっちゃ好きです。すみません、あのご出身は平山さんどちらなんですか？出身は、神奈川の本厚木ってところです。あ、はい、何市ですか？本厚木。本厚木、ああ、本厚木、はい、はい、って言ってもあんまそんな分かんないけど、ですよね、なんだろう、米軍基地があるところ。なるほど、なるほど。田舎です、すごく。本厚木の人いたらすいませんですけど。じゃあそれで結構自分で絵、もう絵を描いてたんですか？そうですね、絵を描くのが、まあ、すごい好きで、でまあ、こう小学生とか中学生になると漫画がめちゃくちゃ好きになってて、もう漫画を読み漁るうちにやっぱ自分でもこう模写したくなったりとかして、その漫画のキャラを描いたりとか。素晴らしい。なんかそういうことするとちょっとクラスの人気者になれたので、そういうことをする学生時代でした。平山さん漫画はあれですか、そのなんていうの、女性漫画とかですか、それともなんか結構男性系の漫画ですか？もう男性、少年誌か。あ、そうですね、もう今は雑食で何でも好きなんですけど、昔は、まあ、それこそ私たちの世代だともうジャンプ黄金期みたいな感じで。やばいね、またちょっと女性の方なんで、いつも大体ジャンプで盛り上がるんですよ、このラジオ。本当ですか？え、そうなんですか？漫画なんですか、ちなみに。でも本当に王道で、その時はもうワンピースにドハマりしてたんですよ。もうね、もうめちゃくちゃハマってましたね。もうワンピース大好き。あ、本当ですか？ワンピース好き？それは見たことないんですよ。マジで？いや、ですよね。ないんですよ。本当に？あの関数出ちゃうともう、そうなんですよ。ってなりますよね。関数が多すぎるっていうのを聞いて、うん、ちょっと遠ざけてしまった。あれ、今100、多分ね、104、5巻とかですかね。4、5巻とかですね。コミック派ですか、ちなみに。コミック派です。あ、じゃあ最新のはまだ読んで。最新は読んで。あ、もちろんラジオなんで最新は言えないですけど、僕、ワンピースだけ大好きで、はい、あ、ワンピースだけです、すみません。今、ちゃんと本当になんかやっぱ僕らの子供の頃でスラムダンクとか読みたくてジャンプだったんですね。で、その時は全部読んでたんですけど、うん、やっぱこう大人になると全部読むことはちょっとすみません、しゅういさんに申し訳ないですけどしてないんですけど、まあ、そうですよね。本当ワンピースが読みたいがために、はい、ジャンプは今も最近、はい、ずっと買ってなかったんですけど、はい、最近も終わりが近づいてきたタイミングでちょっと最新で見るみたいな。すごい、アプリとかで、ね、アプリとか本、はい、買ってとか、なんかたまに表紙が気になったりとか、なんかやっぱりちょっとあるじゃないですか、少年心ありますよね。はい、なんかおまけステッカーというまさにそれ、はい、未だに引っ張られちゃって、わー、はい、そうなんですよ。もうすぐ終わるんですかね。いや、あれね、多分ちょっとまだ僕は全然続くと思いますね。あ、本当ですか？てかワンピース皆さん読んでます？あ、読んでます、はい、もうまだ続きますよね。みんな読んでます。そうそうそう、うん、ちょっとワンピースの話だと盛り上がっちゃうから、はい、いや、いや盛り上がってください、うん、いやでも本当にちょっとワンピースの話もうちょっとしますけど、うん、本当にどんぐらい好きだったかっていうと、もう中高模写をして、でもうオタクだったんですよ、いわゆる、はい、なので二次創作で漫画描いたり小説描いたりし始めちゃって、はい、でもそれを発表したいがために頑張ってホームページも作ってみたいなことをしたので、ワンピース様々な感じでした。キャラクター誰が好きなの？サンジ大好きだったんですよ。サンジ知らないでしょ。サンジ名前は聞いたことあります。本当にけど顔と一致しないです。顔と一致しない、はい、金髪のね、料理人なんですけど、そう、はい、眉毛が一致すりゃいいっすよ、眉毛が。そう、眉毛がね、眉毛重要だから、ぐるぐるこっちしたりあっちしたりいろいろしてる。そうなんですね。サンジが三好ちゃん見たら、三好ちゃんの言うこと何でも聞いてくれるよ、サンジは、ね、それは聞いてくれますね、絶対聞いてくれる。そういうキャラクターなんですよ。助けてくれるよ。女好きで真摯なキャラクターなんですよ。一番なんか男性が一番好きなキャラかもしれない、サンジ。ゾロじゃないんですね。僕はもうサンジ大好きです、僕もああなり、ああいたいと思ってるんで。あ、でもちょっと雰囲気はあるかもしれない。助かります、助かります、はい、ちょっと、そうなんだ、ぐるぐるして、ぐるぐる眉毛、もう大好きですね。あ、そうなんですね。男性の理想じゃないですか。あ、そうなんだ。ちょっとわかんないです。めっちゃ意外、そうか、はい、確かにゾロ派とサンジ派いますよね。わかりますよね。僕、圧倒的ルフィが好きですね。あー、やっぱベンチャー社長っぽいっす。どうしてもやっぱ、うん、経営のヒントをくれるんで、はい、やっぱ仲間を集めるとか、やっぱり諦めない、はい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 、とかっていうのがすごい、うん、ちょっとやめよう、ここら辺で。やばいやばい、なんかワンピーストークが止まらないんで、すいません。やっぱりベンチャー志向はね、海賊王っていうのがね、はい、あるんで、いや、そうですよね、確かにそれはあるかも。じゃあそれで小説書いたりとか、はい、なんか漫画を書いたりとかっていうのを。そうですね、ワンピースのキャラでしたってことなんですか？もうキャラで、もういわゆる本当に二次創作っていうんですかね、同人誌っていうのかな。あ、なるほどなるほど。もうめっちゃそっち方面の、もうオタクに走りまくった中高です。コミケとか出してるの？そこまで本格的にはいかなかったですけど、ファスト、ファスト、もうネットのみたいな感じでやってました。すごいですよね。親の目を盗んでやってました。
あ、じゃあもうまさにその学生時代というかそれはもう漫画にハマって、はい、そうですね、中高はそんな感じでしたね。はい、その後にじゃあそのアート授業をいろいろやろうってなったのは、あ、ごめんなさい、そっから大学、そっから大学、そうですね、大学入った時もまあ引き続き漫画は好きだったんですけど、でもなんかその頃になんか海外に一人旅行ってみようとか、なんかちょっとそっち向きに興味が出始めて、海外一人旅行けた私とか、なんかそういうのがちょっと快感を覚えるようになってって、でそのまま普通にあの化粧品会社に、あの新卒で、化粧品会社なんですね。そうなんですよ、新卒で就職したので、はい、あのその時にはもうアートで起業しようとか本当微塵も思ってなくて、普通に終身雇用しようと思ってました。あ、そうなんですね。はい、でなんか一人で旅行ったりとか、なんかやっぱワンピースじゃないですけど、はい、冒険心というかそこはすごいあるんですね。そうですね、多分好奇心は結構旺盛な方で、なんか気になるみたいなのは結構あるかもしれないですね。大学生の時に海外とか行かれたんですか？はい、大学生の時、そうですね、でもそれも人の影響で、一緒にバイトしてた女の子がもうめちゃくちゃバックパッカーで、そんな女の子で一人ですごいなと思って、真似してみようと思ってやってみたっていう感じでした。でもすごいですね、それで。ちなみにバックパッカーってわかります？わかんないです。あ、ですよね。そっか。そう、そこが大事です。今ってあるんですかね、バックパック。コロナの時はね、ちょっとあれでしたけどね。なんかバックパックって、なんかこう大きいリュックサックみたいなことをバックパックって言うんですけど。山登り行く時みたいな。あ、そうそう、うん、そう。そうかな。それを背負って、もうそれ一つで海外に宿も決めずに旅に出るみたいな感じですよね。だからたまに日本にもいるんですよ。結構日本で海外 の、 そうです、ね、あの白人の方とかが大きいリュックを持って、背負って歩いてたりする、それの多分、あ、それをやられたってことなんですか？そうですね、バックパックその子からあのちょっと貸してもらって、ちょっと見よう見まねでやってみました。三好さん急にさ、だから2週間リュック持って海外行っちゃうとか、そういうことですよね。あ、そうですね、どうですか？まだちょっと勇気は出ないですね、一人でそれをするのは。まあ、確かにちょっとね、親心じゃないですけど、三好ちゃんが一人行くとちょっと心配しますけどね。いや、確かにこの可愛さはちょっと心配。皆さんも行くって多分めちゃくちゃ心配しちゃう。めちゃくちゃ心配しますよね。それはやめた方がいい。なんかちょっと似合いそうだけど、大きいリュック背負って歩いてたら、はい、でも かっこいいですけどね、海外ですっごい可愛い子がめっちゃこう T シャツジーパンで歩いてるみたいな、かっこいい。やろう。あれ、海外はどうなんですか？海外は、いや、行きたい気持ちはあります。行ったことはない。行ったこ、はい、そうですね、未遂で。未遂？怖い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 。え、税関で止められたとかですか？違う、なんか運ぼうとしたの？聞かないでください。聞かないでください。え、やばそうですね。え、大丈夫ですか？聞かないでください。大丈夫、今日出た後なんか待たれてない、お名前に。そういうのじゃないです。あ、ほんと、はい、何だろう、気になる。なんかたまに壺に入って笑い続けて真相を話さない傾向があるんで。なんかあったんでしょうね。なかったんでしょうね。ビーってなっちゃったんですね。いや、違います。あ、本当に。ビーってなっちゃったらやばいですね。はい。藤原さん、笑い方かわいい。かわいいですね。はい。なるほど、なるほど。うん、はい。で、その後起業されてアート事業を展開されているということで、はい、アートに関するお仕事にされようと思った理由とかって何かありますか？そうですね。なんか、その化粧品会社で普通に勤めてて、転勤で神戸にいたんですけど。転勤、そっか。そうなんですよ、全国転勤で、お前は神戸だって言われて、まあ、神戸結構ラッキーというか。確かに港町のいいところ、僕1回しか行ったことないですけど、すごい、すごいいいところ、素敵なところですね。すっごい神戸愛してるんですけど、はい、そこで6年間ぐらい結局神戸にいたんですけど。結構長くいましたね。そうなんです、そうなんです、はい、普通にちょっと転職したいなってまず思って、でそれがその時に、まあ、今一緒に会社をやっている学生時代の友人から声をかけてもらって、いや、起業しようよってなったんですけど、私が自分が何がやりたいかなっていうのを結構ギリギリまで考えてて、でその時その自分自身も神戸でちょっとアーティスト活動っぽいことを実はしてて、絵を描いてこうグループ展に出したりとか、でそこで本物のアーティストと喋る機会が結構たくさんあって、そのアーティストの思想から影響を割と受けたっていうのが一個と、あとは、その前職辞めるってなった時にもう有給全部使ってやろうと思って1ヶ月サンフランシスコに行ったのはその時期だったんですけど、そこでこうサンフランシスコの人たちがアートと、もうめちゃくちゃいい意味でアートに対しての扱いが雑というか、こんなの日本じゃあんまないなと思ったのが結構衝撃で、あのアートの事業をやる余地が日本にあるん、ありそうって思って始めました。はい、いや、これ海外って本当に僕もあの
25歳ぐらいでニューヨーク行って、結構衝撃、仕事でその時2週間行ったんですけど、はいはい、ちょっと撮影で行って、はい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 、その時衝撃受けたんですけど、はい、まずギャラリーの量が全然違うよ、日本と。そうなんですよね。日本って、まあ、銀座とかってギャラリーいっぱいあるんですけど、本当に例えば渋谷とか歩いててもギャラリーがいっぱいあって、で、本当に学生とか気軽に自分の芸術を爆発させてるんですよ。そうなんですよ。本当そうですよね。本当そう。なんかしかも、あれじゃないですか、なんか、日本だと画廊は画廊みたいな、まあ、今ちょっと変わってきましたけど、ね、扱いが多いんですけど、向こうだとなんかコーヒーショップと画廊とか、うん、ファッションとギャラリーとか、なんか全部掛け合わさってて、でそのサンフランシスコに行った時もめっちゃこの服屋かわいいとか言ってこう店員さんと話してたら、なんか絵描けるなら明日ライブペイントやるみたいな感じで誘ってもらったりして、うん、なんかそんな感じでめっちゃ気軽にアートのイベントが催されるというか、そう、今そう日本って今だいぶ変わっ、うん、アートに対して変わってきたんだけど、うん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 、本当になんかやっぱアメリカもイギリスもそうかもしれないですけど、なんかアーティストに対する寛容さというか、うん、その場所を提供することとか、うん、まあ、だから本当ストリートミュージシャンもそうだし、多分ペイントもそうだし、うん、はい、なんかそこは結構やっぱりそこの視点で見ると結構衝撃受けますよね。めっちゃ受けました。あと美術館とかに行っても、うん、まあ、これはちょっとあの美術館によるかもしれないですけど、日本って基本おしゃべり NG じゃないですか、うん、向こうだとめっちゃ喋ってよかったりして、うん、結構自由に絵について、うん、あの感想を言ってるんですよね、うん、それもすごいいいなと 思ったりとか、うん、そんなんがきっかけにはなりましたね。確かになんかアートを始める敷居が低いかもしれない、うん、あ、低いって悪い意味じゃなくて、うん、なんかもう誰もがチャレンジできるっていう、うん、あ、なんか日本だと、まあ、今それも本当変わってきてると思うんですけど、うん、なんかすごい才能がある人しかアートをやっちゃいけないとか、もしかしたらそういうね、うん、あると思う。その下手なこともアートだし、うん、あの上手いこともアートだし、技術があることもアートだし、うん、挑戦することもアートだから、なんか本当誰かがいいって言えばそれって一つのもう作品だと思うし、表現三好さんがしたかったら、うんうんうん、もうそれでアーティストですよね。そうですね、もう名乗れちゃうというか、個性をすごい尊重してくれますよね、まあ、成功するかは結構シビアなんでしょうけど、海外は本当にそういう、そこでサンフランシスコで結構ああすごいってなったのがきっかけ、大きなきっかけですね。で戻ってからじゃあ起業しようってその友人の方と。そうですね、もうサンフランシスコにいる間に熱いラインを送って、いや、アートやりたいみたいな、やらせてくれみたいな感じで、で帰ってきてからまずアート通販事業を始めようと思って、はい、その準備に着手したっていう風な感じです。なるほどですね、はい、だけどやっぱり何事も飛び込むんですね、平山さんはね。そうですね、なんか計画を立てるのが逆にめちゃくちゃ苦手で、めちゃくちゃいいですね、もう行動からやろうみたいな感じですね。すごい、はい、すごい。アートはそのいろいろ無知な私でも楽しむことはできる。いや、全然好きなもんから。めちゃくちゃもう、もうちょっと僕わさびの人みたいになってきて、もう嬉しい。こっちあのすいません今日。いや本当にね、なんか例えばこの後こういう出会いがあって、うん、平山さんが何か見に来てよって言われた時、うん、見に来てるよね、なんかアート展やるよとかって言われた時に見に行って、うんうん、いいなと思うものがあればもうそっからスタート。そうですね。そっからあとなんか意外に、うん、まあ、好きなものって逆に難しいかもですけど、嫌いだなって思うものの方が分かるとも思うんで、いっぱい見てこれは嫌いだなとか、うん、もう全然思っていいかなと思います。自由です、ね、自由にも自由だと思いますよ。選んでください。あの給付系はわけわかんなくて僕いいと思ってるんですよ。あ、本当にそうですね。なんかえこれの例えば、うん、究極言うとね、このキャップの色を変えるだけで作品だって言えば、うん、それはもう作品なんですよ。あのデュシャンの便器みたいな、ね、感じですよね。本当にでこれを劣化させるって加工するだけでも作品になるわけ、うんうん、もうそれでもいいのよ、うん、だから三好ちゃんがこれは作品ですって言ったら、うん、もうそれが一つのアートっていう、うん、そんな感じですよね。そんな感じです本当に、うん、結構本当自由で、なんかでこうやってこう直感で選んだものに後から調べると自分と共通点があったりして、そしたらもうめっちゃ運命を感じちゃいますし、もう価格はもう全然関係ないというか、何でもいいですよね。ざっくりしてますけど。いやだけど三好ちゃんもアートになるんですよ。ああ、いやじゃないですか。確かにその場で行って三好ちゃんが例えば何か自分の中で白い服を着てて、うんうん、何かペイントしたらもうそれでアートになりますね。しかもめっちゃ高値がつきそう、うん、ライブペイント、なりますなりますなります。わかんない、三好ちゃんこれで影響受けてさ、なんかお付き合いがね、なんかそういうあって、ね、アートやろうってなるかもしれない。僕すごくいいと思います、ね、めちゃくちゃいいと思います。感性すごいんで。あ、そうなんだ、うん、絵とか描きます？絵はあの
苦手な方なんです、書くのは苦手な方なんですけど、それがなんか味があっていいっていう。あ、本当そういうこと、そういうこと、本当によく言われますね。だからさ、上手い人がこれを書いたら、これが、あ、これ上手だねじゃん、うん、で三好ちゃんが例えば、まあ、さっきこのペットボトル何か分かんないけど、うん、なんか書いたら、なんか僕らじゃ見えないものが見えてたら、それが多分先になっちゃうかもしれない。三好フィルターでの、やばい、三好ちゃんやばいかもこれ、やばい、何かスタンスでかも、そうです、うん、アーティスト、うん、すごい目覚めそうです、うん、ちょっといいんじゃないですか、え、書いてください、書いてたまにストーリーとかでこう載っけてください、なんか書きたいです僕だから三好ちゃんのやつ知ってるんですけど、まあ、結構書くんですね、なんかまあちょっと元々アイドルやられてたんで、うんうんうん、書く機会とかあったりとか、それは多少は記憶あるんですけど、まあ決して上手い記憶はないんで、逆にアート側面で言うとすごい才能かもしれないですね、才能の塊かもしれない、どうなんですかね、気になる、そう、わかんないですけど、コーナー行っちゃいますか、そうですね、もう早いですね、もう半分になってしまったので、次コーナーに行きたいと思います、はい、お待ちかね、皆さんお待ちかね、ハッシュタグシブカルの名物企画、今日のゆきりん星占いベスト3をお送りします、イエイ。ちなみに平山さんは何座ですか、水亀座です、おお、水亀座、水亀座っぽいね、そうなんですか、ちょっとアート感ない、水亀座、うん、めっちゃわかります、はい、ね、では一応、あ、何座なんですか、一応私は乙女座です、ヤギ座、乙女座、水亀座、はい、はい、ちょっと、はい、ね、入りたいですよね、はい、なんかベスト3なんで、ね、ですね、では、うん、え、これどうやって決めてるの、第3位から、あ、まあ、それも含め、あ、そうですね、どうやって決めてるんですか、あ、これはもう毎回私がここに着くと降りてくるんですよ、はい、今日の1位は何々、だからもうゆきりんの星じゃないです、本当に気になる、完全オリジナルですね、忖度ないんでちょっと、はい、平山さん水亀座が入ってるから僕は分かんないです、いや、そうですよね、だって今初めて聞いたんですよね、そうです、お願いします、では3位から発表したいと思います、はい、第3位はジャガ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 ジャン、獅子座です、獅子座、獅子座の方はいいじゃないですか、獅子座の方今日いますか、おめでとうございます、獅子座のラッキーフードはそばです、そば、うん、好き、そば好き、じゃあ今日はそば食べてください、そばめちゃくちゃいいじゃないですか、そば、うん、にヘルシーだし、何でも、あ、わさびとそば、確かにいいっすね、はい、つけてください、え、何そばですか、ちなみにざるそばですか、なんか、かけそばですか、ザルで、あ、ザルいいじゃないですか、あったかいからじゃあザルをね、ザルそばで、いいっすね、では次、第2位を発表したいと思います、第2位は、ダガ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 、頼む、ダン、あ、伊手座です、伊手座、伊手座いますか、あ、いない、残念、伊手座いないけど見てる方でいるかもしれない、伊手座のラッキーフードはハンバーグです、ハンバーグ、ハンバーグ、めちゃくちゃいいじゃないですか、ハンバーグ、いいですね、がっつりと、うん、ハンバーグ、うん、いいですね、いいな、ちゃんと健康に、ハンバーグ、ハンバーグもわさびいいんじゃないですか、わさび合うと思います、2個合うんで、うん、わさびハンバーグいいと思いますよ、大人の味、うん、わさびつけてハンバーグ食べてください、平山さんこんないろいろ教えてくれてるんですよ、怪しいな、怪しいな、ね、うん、欲しい、お願いします、祈ってください、はい、では第1位を発表したいと思います、第1位はジャガ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 ジャン、乙女座です、で、ラッキーフードはクリームパスタです、え、自分ね、なんかおーって驚いて、よく驚けますね、おーって自分でもう1位って分かってるわけじゃないですか、自分が、いや、分かんないですよ、分かんないですか、分かんないですか、さらにここでも、あ、なるほどなるほど、すごい才能、今自分でびっくりしたんですね、はい、忘れてたのでびっくりしました、え、クリームパスタ食べたいんですか、今めっちゃ食べたいです、あ、そういうこと、食べたいもの書いた、あ、違う違う、それも降りてくるんですけども偶然、あ、偶然、たまたま食べるんですか、クリームパスタ食べるかちょっと分かんないですけど、まあ、食べたいですね、いや、まあ、すみません、本当このやり取りだんだん僕、はい、もうちょっともうフォーマットになってるんですけど、フォーマットなんですかこれ、めっちゃ面白いんですけど、まあ、僕乙女座が見たことないっていう番組始まって以来、確かに、でもさっきちょっとめくるときにおって見えて、あ、お牛座かなとちょっと思ったんですけど、乙女座でした、あ、乙女座、助かりますね、ちょっとじゃあ一応毎回恒例なんですけど、まあ、ここでまた水亀座を何位か発表してあげてくださいね、はい、水亀座は今日は第6位です。6位、え、6位ってどのくらい？ほとほのらしい。真ん中より上ですね。あ、上、あ、真ん中より上。いいですね。よかったよかった。平山さん、今日何食べればいいですか？確かに。今日はあのわさび食べてください。あもうわさび、わさびだけでお願いします。全部ですかね？わさびだけ？チューチュー、チューチュー、わさびって感じですか？わさびのみ、オンリーで仕事に降りてきます、すごいこと言ってますよ、わさびのみ食べろって言ってすごい罰ゲーム、なんか罰ゲームみたいな、違うんですよ、違う、どう違うのかもう説明しようし、逆にね、怖い怖い、うん、せめてご飯も
作り、そうですね、ご飯、お米に、白米に、だけど白米にわさびと醤油合いますね。もう全部わさびめっちゃ好きだから、もう本当に、ね、新鮮なわさび合うんですよ、わさびご飯ね。なんかあの孤独のグルメでありますよね。ありますね。あるんですよ。あるんですよ、はい、すいません、また漫画の話になって、いやいや、だから一応ちょっと僕も毎回気になるんで、水亀座ね、水亀座先もあ、いらっしゃいますね、ほら、水亀座ちょっと教えてください。違う違う、水亀座じゃない、ごめんなさい、あと、はい、ヤギ座教えてください。あ、ヤギ座、ヤギ座います？ヤギ座、あ、いたね。ヤギ座は、ちょっと、今日は第11です。ちょっと低い、あの、ヤギ座が高いときって本当レアじゃないですか。なんかヤギ座、はい、じゃなくて。でも、これは降りてきてるんだけど。あ、思いました。たまたま。僕、1好きなんで、11並んでる11位は嫌いじゃないです。はい、よかったですね。よかったですか。え、何食べればラッキーになります？ヤギ座は、わさビーフで。え、は？なんて言いました？お菓子ですね。わさビーフ。ポテチです。ポテチ。はい、あ、栄養な、あ、ないとか言っちゃったら、 あると思いますよ。あ、本当ですか？じゃがいもなんで。じゃあわさビーフ。いや、笑ってますけど、じゃあわさビーフ食べましょう、この後。言ってる。コンビニにあるやつですよね、わさビーフ。なんかあんま見なくないですか、わさビーフ最近。なんか最近見ないけど、美味しいですよね。はい、あのスーパーとかにもあると思います。あります？あります？わかりました。じゃあわさビーフ食べますよ。はい、ヤギ座の方は今日はわさビーフ食べてください。わかりました。何ですかそれ、もう一回言うの、もう一回。ちなみに、ちょっと、あの、はい、さっき平山さん言ってたんですけど、はい、餃子と何でしたっけ？あ、餃子大好きです。餃子と何って言いましたっけ？あ、アジアジがちょっと、餃子はね、なんか大好きじゃん。はい、うん、包む系が好きらしいんですよ。あ、わかるんですよ。小籠包とかシューマイとかはめっちゃ好きです。もう全方位面、うん、全方面同意です。同意ですか？はい、いや、だから、その餃子なんかわかるんですけど、アジっていう人が初めて、アジの開きとかですか？いや、アジは、あ、青魚が好きなんですよ、そもそも、はい、で、その中でもアジが好きで、はい、アジは、でもお刺身が好きかな、うん、この話すっごい地味な話で申し訳ないですけど、アジお刺身が好き で普段あのわさび派のもちろん私なんですけど、まあ、アジに関してはやっぱ生姜で生姜醤油で食べたいっていう風なところはあります。アジって季節はいつですか？アジは結構年中、ごめんなさい、あの正確かどうか分かんないですけど、年中いけるイメージがあって。あ、そうなんですね。私ちょっとだけ釣りもしてたんですけど、アジって釣れるんですよ、多分結構おかっぱりでもおかからでも釣れるから、釣ったアジを食べたりとかしてました。なんかすごい内向的なのかなと思ってね、絵描いたりしたらすごいアクティブですね。いやでも釣りもほらほら一人ぽっちでできるからすごい内向的なの。一人で釣りしてたんですか？あ、いやでもその時はあの神戸に住んでるとこ行ってたんで、海が近くて。なるほど。そうなんです、そうなんです。依頼人こうみんなで行けちゃうみたいな感じ。面白いですね、平山さんね。いろいろあって素敵ですね。素敵ですね。ありがとうございます。餃子、皆さんも味、なんかちょっとごめんなさい、僕わさビーフより今餃子が食べたくなってきちゃいましたね。じゃあ餃子も食べてください。はい、もうどっちも食べてください。行きましょう。ありがとうございます。行きましょう。はい、では改めまして今日のハッシュタグシブカルなゲストは株式会社ノーマル取締役 COO アート事業わさび代表の平山美里さんをお迎えしてお送りしております。はい、では私がハッピーな気持ちになったところで次のコーナーに行きたいと思います。ハッシュタグシブカルな平山美里さんカルチャーヒストリーパート2イエイ。はい、ということで今注目していたりハマっているカルチャーなどはございますか？ちょっといいですか、1個。やっぱ暑いですね。暑いですか？今ちょっと一瞬我に返ったら、あそこ涼しいですか？めっちゃ涼しいです。ここ暑いですね。皆さんね、僕と皆さんめちゃ暑いんですよ、これ、ね、皆さんも暑いと思う。あ、確かに今日皆さんとね、同じこと始まってるんですけど、確かにこんな暑い中見てくださって感謝してます。ありがとうございます。ありがとうございます。本当に暑いとか言ってる場合じゃないですね。私たちがヒーヒー言ってる場合じゃないですね。そうそう、本当に確かに、うん、よかった。ありがとうございます。うん、暑いですよね。うん、であの今、はい、ハマっているカルチャーなどは、うん、未だに、はい、あとまあ、めっちゃ普通で、あ、もちろんそのアートの展示とかも、うん、まあ、仕事上好きなんですけど、プライベートな時間はもうめっちゃ普通に海外ドラマ大好きですし、あと漫画も引き続きもうめちゃくちゃ読みますね。なんか年間500冊って噂を聞いたんですけど、もう読みま す、ね、そんぐらい多分読んでますね。読んでます。年間500冊って1日1点何万画ってことですよ。はい、あの結構週末とかにまとめ買いしちゃうんですよ。あれですか、あの、じゃあ iPad とか Kindle で。そうなんです、はい、私ブックライブを愛用してるんですけど、はい、ボンって買っちゃって読んでみたいな。で読むのもなんか早くなっちゃったんで、あ、分かります。すごいスピード語で読んじゃうんですよ。今のおすすめ漫画って、はい、いやもうこれあのガチで考えてきたんですけど、はい、何系がいいかな。もちろん
キングダムとか、はいはい、オードリーのワンピースとか、あの映画を見ました。あ、日本、はい、日本のね、はいはいはい、映画見ました。かっこいいですよね、はい、とかそのチェーンソーマンとかああいうジャンプ系 もちゃんと押さえてますね。もう未だに大好きですし、鬼滅とかもじゃあちゃんと、そうそうそう、鬼滅も読みましたね、はい、鬼滅でもあんまりハマなかったんですけど読みました、はい、で、あとは、まあ、読んでればね、はい、まあ、そうですね、もう今話題の、まあ、ベルセルクもやっぱり完結部気になる、ガッツね、頑張って完結してほしいってところもありますし、あとちょっと歴史絡む系だと、まあ、チッっていう、チッっていう漫画とか、初めて聞きました、望郷太郎っていう漫画とかがあって、望郷太郎っていうものがあって、望郷太郎すごいマニアックな、チはでももしかして知ってるか、チ知ってます、知らない。地動説の漫画なんですけどね。地動説。はい。あと箱詰めとか、はい、ドラマ化したやつで言ったら、あとダンジョン飯っていう漫画とかもめっちゃ好きです。っていうか本当に好きなんだね。めっちゃ好き、すごいですね、何でも全ジャンル好きなので、はい、ちょっといっぱいいっぱいいっぱいになっちゃうんですけど、地皆さんあのぜひ。じゃあおすすめは地ってことで。ちょっとえぐい漫画なんですけど、うん、はい、10巻かな、10巻弱で完結してて、はい、であの人の感動をテーマにした漫画で。地動説を終わってるんですか。終わってます。あ、なるほど。短い関数で終わってるので、はい、ちょっとグロいけど読みやすいかなとは思います。わかりました。はい、10巻って読みやすいですね。そうですね。多分10巻。間違ってたらすいません。じゃあ漫画とあとドラマですか。はい、そうですね。が好きかな、カルチャー。うん。めっちゃ普通ですけど。ドラマは何今ハマってるんですか。ドラマは、あ、でもドラマも結構。やっぱ連続してみてハマってるのはストレンジャーシングス、まあ、最高ですね、最高、アイファスが分かりますか、最高ですね、もう知ってるストレンジャーシングス、かわいいですよね、めちゃくちゃ面白いよ、めちゃくちゃ面白いんですよ、あれ結構カルチャー味ありますよね、カルチャー味ありますし、ね、そのやっぱその多分ちょっと年代が上の昔のアメリカの映画みたいな感じなんですよ、うん、そうですね、時代が70年代、70、80年、70年代ですよね、80年代でもう向こうのディスコとか、うん、ゲームセンターとか、うん、なんかそこをオマージュしてるというかね、そうですね、すっごい、これね、三好さん多分好きかもしれない、そうですか、レンジャースイングスはまだついてますからね、次が多分最終シーズンになるんですけど、これはおすすめです、めっちゃ面白い、ちょっと、うん、暗くて、そう、ダークファンタジー、うんうん、あ、そうの好きです、うん、あ、そうそう、マジか、はい、じゃあ多分いけます、うん、はい、なんか、ありがとうございます、ちょっと多少グロいというか、うん、怖いんだけどそんなことないか、なんか、まあ、うん、冒険、アドベンチャーもある、うん、あ、そうですね、うん、結構、てかすごい話題作ですよ、うん、うん、じゃあ知っておかないと、ネットフリックスですよね、ネットフリックスです、うん、シーズン1から見れます、見ます、多分同じ年ぐらいの子が主人公で、そうですね、うん、あ、今多分同い年ぐらいかな、うん、あ、そう、もっと子供の頃から、うん、シーズン1とかだと多分あれ中学1年生とかそのぐらいかな、ね、そのチームのキャラクターがいいのよ、そうなんですよ、子供が頑張るんですよね、あいつなんでしょうか、あのどっちですか、誰それ、あ、ダスティン、ダスティン、ダスティンが可愛いですよね、ダスティン、ダスティン、ミオシャンはダスティン、もうダスティンだ、私ですか、ダスティンかな、ダスティンかな、私ですか、ダスティンキャラなんですかね、ミオシャンもダスティン、そうなんですよ、そろそろお時間なので、ね、最後の質問に行きたいと思います、平山さんの夢やこれからやりたい目標などはございますか、はい、今まあいろんなところで壁画を描かせていただいて、で主に企業のオフィスとかの中にこう壁画を描いてるんですけど、私もともとやっぱり自分が働いてる間にアーティストに価値観を変えてもらったなという経験があるので、働く人とアーティストのまあこう交流というか交差点みたいなのを壁画を通じていっぱい作っていきたいなと思ってるので、まあ、それを引き続き頑張っていきたいっていうところと、実はあの今年11月にニューヨークに行くんですよ、さっきニューヨークのお話されてたんで、おうと思ったんですけど、初めてのニューヨークなので、まあ、そっちでも少しあの日本のアートみたいなのを広められるように頑張って、来年もうちょっとこうグローバルに頑張りたいなと思っています。いや、いいですね、はい、ニューヨークはじゃあ今回は視察というか、なんかいろいろコミュニティを作るためにみたいな、ね、はい、視察とコミュニケーション目的です。あとあれだ、そう、はい、例えばこういうことですよね、壁画って、ね、これちょっと多分そうです、こういう実際アーティストが絵を描くビジネスを多分おそらく手書き で渋谷だと、あのもし時間あったらぜひ見るって言ったんですけど、あのマグネットって駅前にいるあるじゃないですか、はい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 、
あそこの非常階段は全部アーティストが手書きでペイントしてて、そうなんですか。もうめちゃくちゃミューラルっていう風に海外だと言ったりするんですけど、めちゃくちゃカルチャースポットなので、うん、はい、それだけでも東京 の, あの有名なそのプレイヤーのアートがブワって見れ、ただで入れるのでめっちゃかっこいいです。じゃあ実際ペイントをされてってことですか、はい、そうですね、実際にペイントして、そういうこともやられてるんだって、はい、それがもうメインの事業になりますね、はい、面白いですね。なので、そのうちここもじゃあそうもうね、もうライブペイントさせてもらって確かに真っ白ね、もうそうか、ライブペイントとかもできちゃいますもんね。あ、そうなんですよ、基本的にそれで皆さんに見られながら仕上げていくことが多いですね。てか三好さんそのうちやれば本当ライブペイント、いいかもしれない、なんか毎週さ、各週仕上げていくみたい な、別にもう塗り直せばなかったことになるし、ね、あ、気軽な気持ちで塗り直し助かりますね、気軽な気持ちでやっちゃえば大丈夫です、はいはいはい、うん、では最後に番組を聞いている皆さんにお知らせやメッセージがございましたらお願いします。はい、聞いていただいてありがとうございました。そうですね、あのわさびという名前でアート事業を引き続きやっています。で、ちょっと壁画とかに興味を持っていただいた方はわさびアートで調べていただくとホームページすぐに出てくるので、よかったらそのサイトに今までの事例とか全部載っけてるので見ててもらえたらと思います。あとはあの私平山美里っていうんですけど、まあ、ミドサーの経営者が日々頑張ってる様子をですねツイッター等に投稿してるので、よかったらそちらもフォローしてみてください、うん、はい、ありがとうございます。英語ではわさびで、アートはカタカナで大丈夫ですか、はい、あ、大丈夫です。じゃあ、わさびアートで検索してください。あと、もう皆さんね、もう平山さんのファンになったと思うんで、はい、平山さんのこともぜひ検索してもらえたら、はい、ぜひお願いします。大丈夫ですか、なんかお願いあるんじゃないですか、うん、あのぜひもし今度、はい、あのよかったらあの一緒に何かお仕事をさせていただけたら、何したらいいんだろう、なんか、まあ、お仕事くださいってことですね。あ、そうですね頑張ります。あの私も頑張ります、はい、だけどアート始めたらね、なんか別に確かになんかアートのなんか、ね、うん、ナレーションとかめっちゃ良さそう。アートのナレーション、あ、なんか知識なくても、声合いそうじゃないですか、うん、もう素直に思ったことを言ってもらうのめっちゃ面白そう。いいじゃないですか、これ仕事繋がるかもしれない。そういう方のお仕事、ただ平山さんからしたら三好ちゃんみたいなそういう方が仕事をきっかけにアートを好きになるってこともすごくいいことなんじゃないですか、うん、そうですね、うん、でなんかこの大学生の子たちが、ね、うん、興味持ってもらえるってめっちゃいいな、多分ね、感度ね、からだって海外なんか大学生がアーティストいっぱいいますよ、うん、美大とか、そうですよね、いいじゃないですか、ちょっと何かのご縁になればね、はい、ぜひぜひお願いします。ありがとうございます。ではここまで株式会社ノーマル取締役 COO アート事業わさび代表の平山美里さんにお話を伺いました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。それでは最後にもう一曲お聴きください。渋さんプロジェクトでいつでもここは僕らの場所だから。ありがとうございます。とっても楽しい時間で、なんかすごいあっという間でしたね。早かったね、勉強になりましたね、はい、またね、うん、はい、聞いてくださいました皆様、ぜひハッシュタグしぶかるで SNS で感想や質問をつぶやいてもらえると嬉しいです。もうね、すでにたくさんみんなつぶやいてくれてると思うので、私も後で見に行きます。ちなみに、はい、なんかもうちょっとこれ確かに芯を得てんなってこと書いてあったんですよ、はい、あの三好ちゃんのコーナーあるじゃないですか、はい、話題の
はい、2位までで発表されなかったらもう終わりだってつぶやきがありました、ね、これ確かにと思いましたね。確かにヤギ座も3位か2位に入んなかったらもうないなって思ってますよ僕は、うん、いや諦めないですよ。そんなことはない、諦めない。あ、ありますまだ、はい、分かんないじゃないですか。あ、確かに確かに、今までが偶然ですよ。なるほどね、偶然乙女座が1位なだけで、確かに確かに、あの次の次回は分かんないでしょ。やっぱそうですね、ちょっと今ネガティブでした、すいません、はい、ちょっとポジティブ思考でいきましょう皆さん。確かに確かにはい、はい、ありますよ多分、分かんないけど、うん、それでは、渋谷カルチャーデザインスタジオ、略してハッシュタグ渋カル、次回は 10月12日木曜日13時からの放送になります。次回も素敵なゲストをお迎えしてお送りいたしますのでお楽しみに。では今日この後も良い一日を、バイバイ、ありがとうございました。バイバイ。